こんな皇宮の近くにまでカルテルの兵士がいるなんて。この2年の間に何があったの？ロッテ。やはり隠しカメラが仕掛けられていたか。それで竜族が一緒にいることもバレてたってわけだな。くそ。それにしてもすごい、もう傷が塞がってるよ。どうやら一度竜になると怪我は治るみたいだな。俺はもう大丈夫だ。それよりエールを助けに行かないと。なあ、あれ、無理するな。あれほどの回復力だ。その分かなり体力を消耗するんだろう。でもシオン君の言う通り、エルちゃんをこのままにはしておけないよ。そうです、早くエルゼ様を助けに行かないと。あれだけ大々的にエルゼの帰還の様子を公開した以上、すぐに命の危険はないと思うが、とはいえ悠長にしている時間はないだろうな。エルゼの居場所の見当はつくか？わかりません。皇宮内にそのような施設はありません。ですがエルゼ様にはお立場がありますし。皇と守備隊に引き渡すこともありえないか。誰かが潜入してエルちゃんの居場所を調べるとかは？それは難しいですね。皇宮に入る道は限られています。仮に入り込めたとして捜索は不可能です。そっか、問題が山積みだよね。ひとまず飯でも食いながら考えよう。こんな時にご飯なんていらないよ。あ腹が減っては戦はできぬだ。エルゼ様の帰還に竜族の出現。なるほど、ミレイヤがずっと裏でやっていたのはこういうことだったのか。今回の件についてミレイヤ様に問い合わせているのですが、いまだに何の返答もなく。貴族院の質問を無視するとは、ミレイヤめ、コートの全てを支配したつもりでいるのか。ユルゲン家もなめられたものだな。エルゼ様についてはどうされますか？ミレイヤ様がどこかに連れ去ったようなのですが。それはしばらく様子を見る。だがエルゼ様が連れてきた竜族とアラドから来た者たちの身柄はこちらで押さえておきたい。捜索隊の兵を出せ。はっ。ミレイヤ、エルゼは、エルゼはどうなったのです？落ち着いてください、シャルロッテ様。拘束した族はすでに別の場所に移送しました。今は逃げた仲間の行方を追っているところです。族って、エルゼのことをそんな。竜族を連れて皇宮に乗り込むなど族以外の何者でもありません。ですがエルゼはエルゼです。何か事情があるのかもしれません。私が直接聞いてみます。いけません。この部屋から出ることは許可できません。どうして、なぜ私が皇宮の中を自由に移動してはいけないのですか？シャルロッテ様の身を案じての措置です。いつ族の仲間がエルゼ様を取り返しに襲撃してくるか分かりませんから。エルゼは別の場所に移送したんでしょう。ならば皇宮が襲われることはもうないのでは。シャルロッテ様現実を受け入れてください。あなたはこの国の最高司祭なのですよ。ミレイヤ、私に何をしたのですか？時々気がつくといつの間にか時間が経っていて、その間の記憶があやふやになることがあるのです。何の話ですか？おっしゃる意味が。記憶にない書類に署名していたこともありました。そのような不可解なことがたびたび起こっている。あなたの仕業ですね、ミレイヤ。あなたは。お前は何も知る必要はない。
すべて私に任せておけばいいのだ。私はまた私がもっと早くミレイヤの正体に気づいていればエルゼ、ネビロ様がユルゲン家の私兵を出撃させた模様です。竜族の捕獲を狙っているとの報告が入りました。わかった、ネビロめ、こちらの弱みを探るつもりか。無駄なことを。じゃあ結論として皇宮へ潜入すべきってことでいいな。ああ、危険だが一番可能性が高い方法だ。問題はどうやって入り込むか。俺がやる。俺が竜になって空から皇宮に忍び込む。体力もだいぶ戻ってきた。今ならいける。いざとなったら俺がエルを連れて脱出してくることだってできるしな。シオン君、自由に竜に変身できるようになったの？それはまだだけど。でもやるしかないんだ。俺がヘマしたせいでエルが捕まっちまったんだからな。自分を責めるな。俺たちだって何もできなかったんだ。いや、俺のせいだ。だから俺がエルを助けたいんだ。ならばやはり方法は一つしかないな。え、ちょ、待って、ベウ。そこに立て。もし傷を負ったとしても変身すれば治るだろう。ダメ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 。問題ない。問題あるって。行くぞ。来るな。やられるかよ。ですね。話を聞いてもらえますか？あの時はごめんなさい。私はミレイヤに何かされていて、時々記憶がはっきりしなくなるのです。ですが信じてください。エルゼは私の大切な人。このままだとエルゼはミレイヤに殺されてしまう。まだエルゼが皇宮の外に移送された気配はありません。きっとどこかに幽閉されているはずです。皇宮を取り囲む岩山にはミレイヤが使っている施設があります。もしかしたらそこに。お願いです、エルゼを助けてください。無事でいて、エルゼ。はぁ、すごい美味しそう。味見してくかい？ほら。いいんですか？
確かに。ソーランの弁当にはかなわないが、それでもかなりの美味だ。ねえおじさん、この物々しい雰囲気、何かあったの？知らねえのかい？昨日、皇宮に化け物が出たんだよ。化け物？伝説の竜族だそうだ。エルゼ様の名を語った族が連れてきたって話だよ。それで、どうなったの？ええ、その偽物は捕まったそうだが、竜族には逃げられたって話だ。守備隊だけじゃなくて、貴族の兵隊まで行方を追ってて、町中この通りさ。お客さん見かけねえ格好だけど、新婚旅行かなんかかい？いや、違う。俺には大切な妹が新たにいる。そうなんです。せっかくコートに来たんだし、皇宮でも見学しようかなって思ってたんだけどな。で、その偽物はどうなったんですか？さあね、でもまあ、まだ皇宮の中にいるはずだぜ。外に連れ出されたって話は聞いてねえし。行こう。まだ食べて。ありがとうおじさん。どういたしまして。今の二人と何を喋っていた？いや、別に。やっぱりエルちゃんは皇宮の外には連れ出されていないみたいだったよ。そうか、シオンの情報は正しかったというわけか。だから言ったろ、ロッテは信用できるって。あれは本気でエルのことを心配してる目だった。俺たちはお前が撃たれた時のロッテの姿しか見ていない。疑うさ。そうかもしれないけどさ、昨日の夜は違ってた。とにかく当たりはついたのです。エルゼ様を早くお助けせねば。ああ、作戦は今夜俺とベウンとアンナで決行する。俺も行くって。無理はするな。体力が回復するまで休んでおけ。戦いはまだ始まったばかりだ。分かったよ。ステラ、シオンのことは頼んだぞ。任せて。こんなところに道があったとは。この岩山には皇宮への抜け道がいくつかあるんだ。ザ・カンパニーにいた時、貴族連中とこっそり会う必要がある際に使っていたのさ。悪どいことをするために使っていた道か。そう、まさかあの時の経験がここで役に立つなんてね。ミレリアが使っている施設だが、心当たりがある。この岩山には防衛のための古い施設がいくつか残っているんだ。その中にちょうどいいものがあると。そうだ。だがもしそこにエルゼ様がいなかったらどうする？そん時はしらみつぶしに探すだけさ。当たりだな。あ、まさか皇宮のこんな近くにカルテルの兵士が。それだけズブズブだってことでしょう。ミレイヤとカルテルがさ。どう攻める？俺とベウンで乗り込む。私も行く。あんたはここで待っていてくれ。俺たちの退路の確保も頼む。しかし、撃たれた足の傷まだ完全じゃないだろ。必ずエルゼを連れて帰る。わかりました。さてと、一丁派手にやりますか。
これヒルダ記憶操作どういうこと。まさかミレイヤはこれを使ってロッテを。何をしている貴様、どうやって逃げ出した。部屋に戻り。聞こえないのか。ハコネル無事か。大丈夫。撤退するぞ、急げ。まだか。あれはコート守備隊、ネビロの士兵たちも。まずい。挨拶は後にしろ。来るぞ。ネビロめ、たくこんな時に貴族の私兵までお出ましとは。戦うしかないですね。こっちだ。何を利用させてもらおう。奴らにとってカルテルは一掃すべき相手だ。今のうちに逃げるが勝ちってことだ。ここまで来れば一安心だな。長いは無用だ。急いで下山するぞ。待って。ねえ、このまま皇宮に侵入してロッテを助けられないかな。シャルロッテ様の身に何かが起こっていることは私たちも把握しています。エルゼ様の居場所を知らせてくれたのはシャルロッテ様なのですから。ロッテが。はい、竜になったシオン君がシャルロッテ様とお会いしたのです。シャルロッテ様はミレイヤに操られているようなのです。やっぱり。ですが今すぐ全員で皇宮に乗り込むには準備が足りません。今は我慢を。
皇宮の様子は俺が見てくる。チャンスは必ずある。すぐだ。つかけは夜明け前の戯れみたいだ。 Hey, against me, I cross fog. Never bring a give up, never run off. 光せよで風越え走れ照らされるまで嵐のように